皆さんこんにちは。新型コロナウイルス感染拡大対策雇用調整助成金セミナーということで、社会保険労務士法人ゴール代表社員の久保田がお伝えしていきたいと思います。今回のテーマは雇用調整助成金の申請書類添付書類についてお伝えしていきたいと思います。今回の新型コロナウイルス感染拡大の特例の中で、小規模事業主以外と小規模事業主、この2つのパターンに分かれております。小規模事業主の方が書類が簡素化されているということになっておりますので、今回は全ての事業主さん向けの書類についてご紹介をしていきます。小規模事業主の方についても、こちらの原則通りの方法で既に準備をしているという場合には、このまま申請をしていただくことも可能です。こちらはですね、雇用調整助成金のガイドブックの中で、必要な書類ということがこう挙げられているんですけれども、まず1から見ていただくとですね、様式第4号、そして様式第6号、様式第9または12号、様式8号または11号、そして様式第7号または10号ということで、なんか順番がバラバラじゃないかというような見方ができるんですけれども、支給申請書類がですね、このようにこう並んでおりまして、この順番で作っていっていただくと、楽にできますよというようなこう順番になっているんですね。ですので、皆さんもこれから支給申請書を作るときはですね、この順番に従って作っていっていただくと、数字が計算されたものが次のシートに飛ぶとか、あるいは前のシートで計算したものをそのまま転記すればいいとか、そんな仕組みになっておりますので、この順番で作っていただくということをお勧めしたいと思います。そして添付書類関係ですね、休業協定書、休業する前にですね、休業の日数だったりとか、あとは休業中のお給料のこと、そういったことを会社と従業員で取り決めをする、そんな休業協定書ですね。あとは事業所の規模を確認するための書類、従業員数だったりとかですね、資本金の金額、今回は登記簿とか省略されていますけれども、従業員の人数などを確認する書類、あとは労働休日の実績に関する書類、出勤簿、タイムカード、あるいは賃金台帳などですね、何日休業したのかとかですね、そういったことを明らかにする書類、そして休業手当、賃金の実績に関する書類と、これはですね、休業手当や賃金の金額が分かる書類、これは賃金台帳や休業明細、そういったものがここに入ってくるということになっております。ここからお見せするのはですね、厚生労働省のホームページからダウンロードをすることができる、支給申請の様式ですね、その一部をですね、抜粋しております。これからですね、支給申請書を作成するというような方はですね、この特にこう赤くなっている部分ですね、こちらにこう着目して見ていただくといいかなと思います。まずは様式第4号ですけれども、この中でですね、売上がどれだけ下がってますよということを証明するんですね。右からですね、判定規則期間の使用、そして B がですね、 A に対する期間の使用、これは一番左側がですね、2020年の4月1日から4月30日と、で次の列に行っていただくと2019年の4月と、ちょっとこう見にくいかもしれないですけれども、例えばじゃあ5月にこう申請しようということになったときに、そのこう前月の休業のこう前月のですね、指標とその前の年の同じ月の指標とっていうところをこう比較していくわけですけれども、ここはですね、こう前年の同月と比較をして 5% 下がってますかというようなことをこの書式の中でこう証明していただくというのがこの様式第4号ですね。そしてこの様式第4号のこう下の方に行きますと、こうはい、いいえでこう答えていただく部分があります。これに関してはですね、この売上の減少が新型コロナウイルスの影響に関するものですかとか、そういったものをはい、いいえで答えていただく部分と、あと下のこう枠の中ではですね、どういったこう影響があったんですかということをこう具体的に書いていただく部分になります。この部分に関してはどういうふうに書かないといけないってこうルールはないんですが、新型コロナウイルスのこう影響で、外国人関係のお客様が減ってしまったとかですね、あとは、一般のお客様も
外出することが減ってしまったので、来店客が減ってしまったとかですね、今回のコロナウイルスに関連する売り上げがなぜ下がったかというようなことを具体的に書いていただければいいかなと思います。続いて様式の第6号ですね、支給要件申立書、これはですね、他の助成金でもこう同じような書式はあるんですけれども、反社会的勢力と関わっていないですかとかですね、そういったアンケートのようなものなので、正直に答えていただく必要があると。で、基本的にはですね、この赤字になっているこう部分で、赤字が灰であれば灰に丸がつくと、で家に赤字がなっている場合にはこう家の方に丸がつくと、そういうふうにこうなっていかないと、助成金の申請の要件は満たさないということになっておりますので、まず内容を見ていただいてですね、自社がこう肺に当てはまるのか家に当てはまるのか、そこは丁寧に見ていただく必要があるかなと思います。続いて様式第6号、続きですね、前回この前の書類の続き、裏面ですけれども、これらの事業主の情報だったりとか、あと役員の一覧ですね、個人事業の方とかであれば必要ありませんが、法人で役員が複数いるという場合にはこういった一覧表を添付していただく必要があるということになっております。続いて様式第9号はですね、休業の実績を報告する書類ですね。ちょっと見にくいかもしれないんですけれども、休業した従業員さんの氏名と雇用保険の被保険者の番号と、そして休業何日したんですかという日数とっていうのを書いていただく欄がありますので、そこを実績に基づいて入力していただきます。そうすると下の方の枠の中の青い枠の中にですね、休業の延べ日数っていうものが計算されて出てくるということになっておりますので、この数字がですね、次のシートに使うということになります。はい、続いて様式第7号8号、これはですね、助成金の金額を実際に計算していただく書類になっています。実際の書類もですね、この赤枠で囲んである部分、オレンジ色になっている部分ですね、とあと青枠で、青で色がつけられている部分とでこう分かれているんですけれども、この実際に入力していただくのはこのオレンジの枠の中です。で、青の部分に関しては、自動計算される部分になりますので、何か入力するとかいうことはないです。まずこちらの様式第7号8号に関しては、まず一番上はですね、雇用権の被保険者に対して支払った賃金の総額、1年間で支払った賃金の総額を書いていただくと。で、次に、1ヶ月あたりの平均の雇用権の被保険者の人数を書いていただくと。で、括弧3番には年間の所定労働日数の日数を書いていただくと。そうするとこの事業所に対するこの3人の人に対して1日あたり平均賃金額がいくらなのかというところが一番下のところで自動計算されてくるということになっております。様式第7号8号の下半分ですね、一番上に見えるオレンジの枠の中には休業協定書の中で定めた休業手当の支給率 60% 以上の支給率、これをこのオレンジの枠の中に入力していただくと。そうすると助成金の1日あたりの金額っていうのがここもまた自動計算されると。そして2番目のオレンジの枠ですね、ここで月間の休業等延べ日数、この前のこちらの書類で計算をした休業等の延べ日数をこの上から2番目のオレンジの枠の中にこう入力していただくと、その1ヶ月あたりの助成金の金額が自動で計算されるということになっております。続いてですね、様式第7号8号、ここに関してはですね、会社の情報だったりとか、助成金を振り込んでほしい口座の番号だったりとか、そういったものをこう入力していくということになっております。ここまで、ですね、オレンジの枠の中に数字、情報を入れていただくと、助成金の金額、その月に関してその助成金の金額が算出されると。で、今後ですね、助成金の金額が上乗せされるっていう話がありますので、その時にですね、またこの様式の更新があるかと思いますので、
今後ですね、上限の金額が上乗せされた後にこう申請される場合には、再度ですね、厚生労働省のホームページを見ていただいて、最新の様式をですね、ダウンロードしていただいて、この書類を作っていただくという必要があるのかなと思います。そして続いて添付書類ですね、休業協定書、これはですね、雇用調整助成金のガイドブックの中でですね、書式の例が出ております。この中でポイントとなるのは、その休業協定書で定める期間の中で何日ぐらい休業するんですか、で誰を休業させるんですか、そしてその休業中のお給料は何パーセント、平均の1日あたりのお給料に対して何パーセント払うんですかということを、この休業協定書の中で定めていただくと。そのパーセントの部分に関しては、その労働基準法上では平均賃金の 60% 以上というふうに定められておりますが、弊社のお客様で雇用調整助成金を申請される方については、8割9割あるいは 100% というところが多いのかなと思います。休業協定書に関しては最大で1年間の期間区切ることもできるんですけれども、賃金の計算期間に分けて1ヶ月ずつ作っていくこともできます。ですので実務的にはですね、最初の1ヶ月は 100% 保証しようと、でも休業が長く続きそうだと、だから2ヶ月目はちょっと 100% じゃ大変だなというのであれば、休業協定書を1ヶ月ずつで区切って、じゃあ2ヶ月目はじゃあ8割で、従業員となんとか話をしてみようかとか、そういったふうにですね、毎回こう変更することもできますので、変更の都度ですね、会社と従業員さんで話し合っていただいて、中身をこう作っていっていただければいいかなと思います。ここまでお話ししたのがですね、上の様式第4号から、始まって6号、9号または12号、8号または11号、7号または10号、そこと、あとは確認書類の丸1番、休業協定書ですね。他の添付書類に関してもここから先で見ていきたいと思います。添付書類のまず1つ目、雇用調整実施事業所、この対象の事業所ですね、それの事業活動の状況に関する申し出書と、既存の売上の記録簿、営業収入簿、会計システムの帳票など、これはですね、売上がどれぐらい下がりましたよというのを最初に申請書の中で記載をしましたけれども、それのこう証拠になるような書類ですね。これに関してはですね、日々つけているような何か記録があるのであれば、それでもいいです。会計システムの中から何かそういう帳票が出せるよというのであれば、それでもいいです。続いて確認書類の丸1番のところでは、休業協定書、先ほども出てきた休業協定書ですね、書式に関しては雇用調整助成金のガイドブックの中を見ていただいて、必要な項目を確認していただければいいかなと思います。続いて事業所の状況に関する書類、常時雇用する労働者の人数が確認できる労働者名簿及び役員名簿などと、従業員が何人いるのか、役員が何人いるのかというところですね。これに関しては労働者名簿あるいは役員の名簿、そういったものを出していただきます。続いて労働休日の実績に関する書類、ここに関しては出勤簿あるいはタイムカード、勤務表、シフト表などですね、どういった実績を持って勤務しているのか、勤務してきたのかというところがですね、客観的に分かるような書類と。この中で各対象労働者の労働日、休日及び休業の実績が明確に区分されというふうに書いてあるのは、どういうことかと言いますと、例えば出勤簿を作っているような会社であれば、休業した日に関してはですね、備考欄とかにですね、休業というふうに明確に書いていただくと、ということが必要になります。続いてですね、休業手当賃金の実績に関する書類と、これはお給料計算のシステムとか使っていれば自動的にこう出てくるかと思うんですけれども、賃金台帳とかですね、出勤簿、そういったところに休業手当として支払ったのであれば、休業手当っていう、こう項目作っていただいてですね、休業手当がいくらだったのかということをこう分かるようにしていただくと。さらに休業した分ですね、もちろんお給料を引かれるわけですね。ですので、こういくらお給料を引いたのか、そんなこう休業控除というのがいくらだったのか、そういったことがしっかり示されている必要があると。
会社によってはですね、休業控除の金額と休業手当の金額と、これが全くイコールですよという場合に関しては、別途そういった項目を作る必要はないんですけれども、作っておいていただいた方がですね、後から見たときに分かりやすいのかなというふうには考えております。その他の書類としてはですね、就業規則、給与規定、賃金規定、労働条件通知書などですね、所定労働日数、所定休日、所定労働時間、そういったものがですね、分かる書類、そういったものが添付書類として必要になってくるということになっております。で、今回のですね、特例の中で、いろいろ省略された書類というのがあるんですね。支給申請書に関してもかなり簡略化されております。ですが、本来ないといけない書類と、例えばですね、今回の中では、登記簿とかはですね、省略されておりますけれども、それは本来こうないといけない書類、登記簿がない会社はないと思いますけれども、勤務表とかですね、シフト表、過去の実績を示すようなものに関しては、今回の支給申請の中では、添付する書類としては必須ではないですけれども、会社としてはこう保管しておく必要がありますので、今後ですね、この騒動が落ち着いて、調査が入ると、ハローワーク、労働局などからですね、この助成金の申請、本当に正しいものですかということで、調査が入る可能性もありますので、その時にですね、行政から求められた時にこうしっかりこう提出できるように、会社としては備え付けておいていただく必要があるというふうに考えておりますので、その点についてはご注意ください。それでは今回はですね、支給申請書の内容と添付書類の内容ということと作成方法についてですね、すべての事業主さん向けのものと書類ということでお伝えしていきましたので、次の動画ではですね、小規模事業主の方の書類の作成方法などについてご紹介していきたいと思います。それでは今回の支給申請書類の作成に関してはここまでにしたいと思います。ありがとうございました。